のプロです。よろしくお願いいたします。ミューズ逃げすぎだろ。最近では劇場版で 4DX が開催され、それも人気すぎて延長したんですよ、うん、でその延長期間が終わった後のツイートに、これからもラブライブとミューズの応援をよろしくお願いしますってツイートしてた。するに決まってんだろうがって。今回もヴィレッジヴァンガードコラボ20分で完売してましたね。何がすごかったって、お店まで行ったんですよ今回。10時5分ぐらいの段階で一応ウェブサイトも確認したん。高坂ほのか売り切れ。もう上からみんな順に全部買っとるん。そういうこと。もう知ってるよ。今ミューズをしてる人は運営に分からせようとして、私たちみたいにコンプ買いをしてる人がいっぱいいるんじゃないかって説だよね。というわけで今回もコンプ買いしてきましたーで、そこ貯めるん。じゃあまずはこちら。これだよね。今回のコンセプトはピンクポップみたいな感じ、はいはい、名前はついてないんだけど、1回目はビル版のサブカルっぽい私服な感じで、2回目はシューティングで、3回目はこれですよ。ミューズのアニメ10周年を1年ずらしてさ、すっごい今展開してくれてるじゃん。そう、ね、まさかビル版コラボがこのスパンで行われるなんて思ってなかったよね。早いんだよね。しかもちゃんと全部書き下ろしで新衣装なのがいいよね。キャンディーだって。ほのかちゃんがさ、三つ編みなの珍しくない？確かに。そしてで、こっち行くんだよね。あー、海ちゃん、かわいい。意外とノリノリなんだよね、うん、恥ずかしいですこんな服とか言いながら着させられて、写真撮影ノリノリの園田と僕は見ました。ちゃんと MV の時毎回これでウインクしてキスしてます。好き。最後はじゃん、かわいい。今回やっぱみなみちょっとやばいんだよね。マジでかわいくない？ツインなんだ。で、しかもかわいい。アルパカついてまーす。文字とかもさ、気合い入っとるよね、ちょっとね、うん、2年生と来たらじゃーん、1年生ツイッター QX待って、逆だ。ツイッターの方でもめちゃくちゃ好評だったのがりんちゃんだったの。いや、マジで可愛い。私この新しい絵師の人、りんちゃん推しだと思うよ、ね、間違いない。あのりんちゃんの美女がめっちゃいいの。しかも理解度高い。めそう、可愛くない？猫耳帽子、ね、野球もさ、猫耳ヘルメットだったしさ。え、そうだっけ？普通に危ないん。いや、見て、インナーかよちん色なんだよね。え、ほんとだ。いや、そしてじゃん、しかもこのさ、短いさ、シャツのマキちゃん珍しくない？確かに。かわいい。これ、へそ出てるんだろうなぁ。からの、じゃん！うわ、これさ、ほのかちゃんと合わせたらさ、うんうん、女子番組やってそうじゃない？確かに。この方のイラストさ、まつげとか、この二重幅バチバチじゃないとこがちょっと好き。シンプルで。ね、いいよね。うん、かわいい。やこたちゃん見せなよ。ということで、じゃじゃーん！何とやってんの？お前そんな可愛い格好して可愛すぎだろって。え、上原ベアしてない？ええ、それか両方なのかな、お団子。え、シーンしかわからんやつ。 3D で見たい。でもこの S さんすごいなって思うがさ、ヒョウ柄とチェック掛け合わせる、奇抜に見えすぎんとこもすごいな、うん、そしてじゃん、わお、おのんちゃんはこういうイメージだよね。でもちょっとママっぽい。え、ね、この中の引率の先生みたいだよね。え、可愛すぎるんだけど。漂う人妻感すごいな。わかる、エプロンっぽい服が。ええ、じゃーん、ニコちゃん。見てこの上着、フワちゃんかニコちゃんしか着んでしょこれ。髪型もフワちゃんだもんね。いや、可愛いけどね、今回だいぶ奇抜さに寄ったなって感じではね。うん、え、ミューズのさ、クリアファイルが今机の上に乱雑に並んでるの、運営さんいいぞ、もっとやれ。今後も買います。うわー、これがアクサなんですよね今回ね。でもね、開幕で買えたとしても全部残ってるとは限らないし、都会の方なんかは売り切れて買えなかったっていうポストをいっぱい見ましたよ。見ました。ということは私たちも全部揃えられてるとは限らないんです。まず一つ目、こちら。ネットでは即売り切れしたほのかちゃん。いや、手に入りました、ちゃんと。ちょっと絶妙に高くなってるね。1738円っていくら？あんまミンクない？絶妙な値段なに？税込みでいくらなんて話になるもんね。じゃあ、順番通りに行くと。じゃん！綾瀬えり！ルーズソックス履いてる。え、ギャルってこと？
ルーズソックスってか、なんか最近こういうの流行ってるよね。めっちゃ好きなんだけど今回の色ね。かわいい。私さ、ビレバンコラボ今までの中で一番美女好きなんだけど。毎回それ言ってない？塗り替えてくよ、記録を。え、土台も結構こだわられてる感じ。かわいい。土台こんな感じ、めっちゃ良くない？でビレバンのアクスターね、刺さりがあんまり良くないんだよね。続きまして、はい、順番的にいくとこの子かな。誰かな。気づかなかったけどさ、バッグの紐がキャンディーなのかな、これ。帽子のこれももしかしたらキャンディーなんかな、モチーフが。カヨチンと来たらこの子だよね。じゃん。どういう組み合わせ。え、こんな靴売ってなくない？オーダーメイドでしょ、絶対。靴ずれすごいんだから、絶対しないしない。こういうね、厚底の前の面が厚いやつってめっちゃ歩きやすい、うん、あ、そうなん。いや、海ちゃんが普段なら小鳥ちゃんが着てそうな感じのスカートだよね、振りについて、うん、でもおばたちゃん分かってないね。小鳥は海ちゃんにこういう格好させるの好きなんやつ。では、海ちゃんと来たらじゃん。ザラリンです。サンダルなんだ。 B さんでしかこんなん見たことないけど。ミューズがさ、こういう奇抜な格好するマジで珍しくて、うん、作中でも奇抜な格好する時あったんだけどさ、タンクになったり、まあ、なんかミカになったりとかだったもんね。かわいいじゃん。みんなさ、衣装のコンセプト同じだけどさ、デザイン全然違うよね。うんうん、こんだけさ、バリエーション持たせれる絵師すごくない？いや、これ並べたいでしょ。どうやってこのバリエーション脳内から生み出したんだろうね。でも本当にさ、絵描く人すごいなって思うんがさ、私もよくさ、絵師さんにイラスト依頼したりするんだけど、ざっくりしか伝えないのに私の想像以上でいつも返してくれる。脳内でね。しかも5倍ぐらいの量で。なんかあるのかもしんないね、こうしたいみたいな。すごいわ。でも9人バラバラで描くのすごいよ ね。じゃあここ出しちゃおうかな。バラバン、マイキちゃん。わかんない。こんなドンキホーテで売ってそうなサンダルなんだ。いや、でもマキちゃんのつま先で撮るマジでレアだ。おい、かわいいってマキちゃん今回。ねえ、かわいい。めちゃめちゃ似合っとるんだけど。え、すっごいタイプ私も。では続きまして、じゃじゃん。わあ、かわいい。全身だとより大人っぽいね。うん、全然なんかイメージ違うわ。うん、本当に一人一人衣装の形違うんだ。すごい、マジですごいと思う。これ専門家監修してんじゃないの、さすがに。靴すら全員別なんすごいわね。一番手抜いてもおかしくないんでさ。というわけで残りは私たちの推しになったのですが、よく売り切れるでおなじみ宮沢にこと、即売り切れるでおなじみ南小鳥が買えたのかって話ですよね。田舎の平日のイオンのビレッジヴァンガード、手に入ったのか否か、こちらです。2個。あ、でも可愛い。やっぱ全身見るとさらにイメージ変わるわ。え、似合う、ニコちゃん。もう元々ニコちゃんイメージカラーピンクだからさ、ピンク似合うのはお決まりなんですけどもよ。うわ、え、可愛い。うわ、いいやん。というわけで受注販売ですら売り切れ表記になる南小鳥、なんと今回買えま買いましたー。買えるに決まってんだろ。よかった、田舎住みで朝市行ったんだぞ。え、ちょっといいですか。はい。ギリ向き合うくない？なんだ？いつも向き合わないでおなじみこの二人がギリ向き合ってない。ギリ許容範囲ではある。え、かわいい。ツインテールなんね、意外と珍しいから好きなんだよな。ね、キャットツインテール感あるね、これも。かわいい。いいじゃん。というわけでね、念願のコンプリート、イエーイ。ビレッジヴァンガードコラボといえば、これを買わなきゃ始まらないよね。え？あれ？あれ？すっごい量あるけど。10個。ガチすぎん？前10個で出んかったからね。え、そうだっけ？え、じゃあこれでさ、先に押し出せた方強くない？もしかして、おごり？28,000円。28,000円、おごり？キングボンビーみたいな顔しちゃうね。キングボンビー。先に押し出したら全額おごってもらえるミューズビレバンコラボ。最初に全力パン。はい、どうでしょう。ここここここ。え、いや、わからんやろそんなん。え、これ無料でもらえるんだ、でっか。いきます、せーの。仕方ないわね、一つあげるわ。え、
でもそれマキちゃん1個舐めたんじゃないの？え、そんなスクールアイドルとしてそれはそれはいただきまーす。相手の推しってどうなるの？いやもう関係ない。え、自分が引くまで？自分が引くまで。お互いじゃ引けなかったら割引。あ、それはそう、割り勘。それはそう。いやでもこれね絶対矢沢ではない。なんなら南まで愛そう。え、本当に？小鳥いっぱい出れば出るほど私的には得ですか？まあそうだよね。結局割り勘になっても南出れば日本に。あ、出ないのが一番やばいからね、なんなら。そうなの。というわけでこれ多分南小鳥ですけど、僕が出せばゼノンの勝ちではないです。小鳥特製キャンディー召し上がれ。え、鼻よとさ声一緒じゃない？一緒じゃないから。かわいい、イエーイ。でも上がりじゃないです。でも勝ちです。でもえ、勝ちじゃない、気持ち的にね。じゃあいきます。はい、3つ目、運命の袋小路引き。あー、私なんか一面引きしてる。甘いものを食べたら集中力が高まります。許してくださいね。なるほどね。なの、え、これ海ちゃんの絵何描いてあるの？キャンディーガチャガチャ。あー、はい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 。え、だって小鳥なんかさアルパカもどき描いてあるもん。ほんまよ。いきます、4つ目。南引くなよ。あ、いや絶対南じゃない。あ、よかった。絶対違う。というわけでいきます、4つ目。それでは皆さんご一緒に誰か助けて。星空リン、猫型のキャンディー美味しいね。声カスカス。足跡から猫のキャンディーになんかたどり着いてんだけど。びっくりしたしね、キャンディーも。かわいい、ね、これさ、あ、リンちゃんと一緒だ。マキ、海、小鳥はさ、あ、左側にいるけど、これリンちゃんと一緒で右側におるから。え、じゃあ初かリンちゃんか。で、リンちゃんやばい、これ触っちゃダメなやつかも。触るなし。いきます、せーの、星空リン。りんちゃんでーす。というわけでいきます、6個目。半分超えたよ。でもね、今一瞬見えちゃったんだよ。髪の毛、暗めの色だね。海、海、のぞみ、ニコ、矢沢、ニコ、今ここで出します。それでは皆さんご一緒に、ニコ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 、ママやった。疲れた時は甘いものやね。じゃあ触らずに正当な出し方をします。はい、いきます。矢沢か南、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 矢沢、矢沢、矢沢。ああ、純粋に欲しいだけになっちゃった。ルール忘れてなかった。完全に欲しいだけの気持ちで喋っとったんで。いきます。はい、甘いものやね。なんか出る気する。出る気する。出せる気する。出そう。いきます。八つの矢は矢沢の矢。嬉しいけど。可愛いキャンディーたくさんもらっちゃいました。めっちゃもらってない。もらっとるんだ。死ぬほどもらってない。そういうこと？いっちゃん書いてあるよ。え、じゃあやっぱこれさ、もらったキャンディーここにくっつけとるやつない？いや、カバンに入れとってせめて。ねっちょねっちょやんここ。やからよ、オブラートに包まれとったかもしれない。舐めてピタってくっつけたんだったら嫌じゃない？花よはそんなことをしない。この椅子に花よは侮辱するな。家族侮辱された時の誕生日。緑だもんね、かよしも。そうそうそう。じゃあ私が行きます。はい、ゼノンちゃん最後のチャレンジ。ここで南小鳥が出ればポタちゃんにおごってもらえます。矢沢ニコが出たらポタちゃんが喜びます。はい、行きます、せーの。え、ってなるともうこれはリリホワじゃない。ビビは今マキちゃん一人、これは綾瀬かニコちゃんです。ニコちゃん出します。やばい、これで私ニコちゃん過去取り出たらマジでマジでやらかした。出るな、どっちも出る。いきます。それでは皆さんご一緒にニコニコニどっちでもないんは何？過去の自分を壊ってかけろ。